はい、こんばんは、速稼塾の久保です。最近はですね、なんかマスクが本当にないみたいで、まあ、私はね、近所のドラッグストア行ったらあったんですよ。ただダイソーに今更なんですけど行ってみたら、ガラッと棚が開いていて、確かになかったですね。それからね、こうハンドジェルですか、あれもなんかなくって、キレキレしましょうみたいなね、液体洗剤はあったんですけど、山の上にあったんですけども、液体ジェルとかアルコールのシュッシュはね、ちょっとなかったなと思いました。それからネットで検索すると、アルコールのね、シュッシュっていうのが妙に値上がりしていて、私が買った時って4,500円だったと思うんですよ。4,500円だったと思うんですけども、今は5,000〜6,000円になってるみたいですね。こんな10倍ぐらい値段が上がるもんなんですよね。それから考えにくいことなんですけども、医療用マスクと医療用の液体ジェル、アルコールのね、ジェルが、メルカリとかアマゾンに出品されてるんですよ。これは一般に流通してないんで考えにくいんですけども、なんか医療従事経験者か、もしくは当事者か、なんか分かんないですよ。こんなこと言ったら怒られるかもしれない、知りませんけども、専門のそういった製品を出品すると、特に品枯れしてるこの時期に、これおかしいなと思いますよね。それは私たちは手に入らないです。手に入らないですからね。うん。だから納品業者さんが病院に納品してぐらいでしょ。なんで出品されてるんですかね。ということでね、いろんなものがないという中で、私は今回マスクのことについてちょっとお話ししようかと思うんですけども、横浜で松本清っていうドラッグストアがあるんですけども、あそこでね、マスクの販売を当然してるわけですよ。で、そこになんかバーッと並んでたんでしょうね。開店の時にマスク買おうと思って、そしたらいきなりその殴り合いが始まったらしいんですよ。あっちがもうこうでね、何の殴り合いかと思って店員さんがバーッと言ったら、そのマスクを争っての流血事件だったんですよね。これなんか夕方かなんかのニュースにもなったらしいですね。ついにですね、マスクを争って人々がね、争うと、そのカメラまで捉えられてるわけですよ。暴力事件が起きてますよ。で、その暴力事件が起きているその真横にマスクを買うべく列が整然と並んでるんですよね。なんかこれが日本で起きてる、なんかすごい嫌ですね。こっちでは殴り合い、取っ組み合い、こっちではおい、どうした、やめろ、何があったんだっていうふうに駆け寄るんではなくて、あ、マスク、マスクみたいな感じで並んでると。しかも今多分マスクの数量制限入ってて、1人買えるとしても1個でしょ。それぞれ、まあ、マスクが大事なんでしょうから、それを批判するつもりはありませんけども、私が今回ね思うのは、マスクってハンカチと紐で作れると思うんですよ。それからガーゼとかね、布のマスクっていうのがあるんで、ちょっと高いかもしれませんけども、それは洗って何回でも使えるんですよね。で、私が小学生の頃って、お母さんの誕生日プレゼントにお小遣い100円握りしめてね、綺麗なマスクを買いに行ったと思うんですよ。だから私としては使い捨ての紙マスクがスタンダードではなくて、布のマスクが私にとっては当たり前なんですけども、何なんですかね、かっこ悪いんですかね、こうやってお手製のマスクとか布のマスク、みんなが紙のマスクしてたら、みんなと同じようなマスクじゃないとかっこ悪いんですかね。私はね、家に大量に眠ってるハンカチとかキッチンペーパーとか、最近ではね、このコーヒー のレギュラーコーヒーのね、このなんですかね、フィルターですか、フィルターでもこうやってできるみたいですけども、何でもいいんじゃないかなと思うんですけどもね。ダメなんですかね、うん、人によってはマスクなんて意味がないとか言う人もいますけども、いやいや、やっぱこの時期ね、マスクはした方がいいです。意味がないと思ってもした方がいいです。なぜならマスクをすることによって周りの人が安心するんですよ。だから理屈でね、あんな意味がないよって言ってマスクをしない、もう森法務大臣かなんか、森法務大臣じゃないや、なんかオリンピックの委員長かなんかいるでしょ、森元首相ね、あの方みたいに最後マスクなしまで頑張るとか言ってたら、まあなんかね、マスクをすることによって周りの人が、いろんな配慮をしてるんだなというふうに考えていただければ雰囲気いいじゃないですか。なんか画を通してね、自分だけマスクをしないことがかっこいいとかね、なんかそういうふうな思考に陥るのはどうかなと思いますよ。もうしょうがない、ここはね、右に習えて、みんなマスクですよ、みんなマスクをしましょうって感じです。で、マスクはそれこそ個性を出していきゃいいんで、そのなんていうんですかね、ドラッグストアのマスクじゃなくても私はいいと思うんですよ。家にハンカチあるでしょ、でハンカチで作りましょうって私はそう思うんですよ。で、ハンカチが、まあ、外出とかして汚れたら、出先とか行きがけのその何ですかね、公衆トイレとかでね、マスクのそのハンカチの布をポケットから出したのを入れ替えて、
ずっと使ってた、3、4時間使ってたそのマスクで、やったやつは袋に入れてって感じで、で家帰って洗濯すれば別にマスクの列並ばなくてもいいし、あの高いマスクだと思いながら別に無理して買わなくていいわけですよ。で布だからね、丈夫ですしね、それで変なことは全くないと思うんですけどね。むしろね、おしゃれなマスクの作り方って今 YouTube で結構落ちてるんで、今の時期マスクの作り方って今ちょっとしたねブームになってますよ。だからそのマスクを作れるようになればいいんじゃないですかね。なんかね、買ったマスクじゃないとダメなんですかね。あのなんか10円とかのやつマスクでしょ、こう紙マスクって10円とか、今値上がりしてて50円くらいかもしれませんけども、なんかペラペラで頼りないマスクだと私は思うんですけどもね、だからどっちかって言ったら自分でオリジナルで作ったマスクを私はちょっとお勧めしようかなと思いますけどもね、どうでしょうかね。あ、ちなみにですね、マスクをしないことによってなんか事件も起きたみたいなんですけども、それはまた別の動画でお話ししましょうか。それでは一旦失礼します。マスクはまあね、こう殴り合ってまでマスク欲しいような感じになっちゃった北斗の拳ですね、もう完全に